はい、どうも、こんにちは。カリパイです。さあ、今回もね、ジャンクパンクやっていきたいと思いますけどもね。前回ね、向こうのね、なんかタワーの中ね、行ったんですけど、いろいろまだやりたいものがあるよということでね。うん。どうも、あそこの中のね、ミッションを、今画面の左上にも出てますけどもね、やるために材料をいろいろ集めなきゃいけないと。で、材料を集めるためっていうかね、材料も、まあ、素材がですね、いろいろね、なんか多分ね、こういうね、機械とかを使ってやっていかなきゃいけないものもあるかな、ということでね。はい。ということで、今回も早速ね、続き遊んでいきたいと思います。さあ、こちらね、ご覧ください。ここにね、クラフト台を作りました。で、これよく見るとね、ほらね、いますよ、これね。なんかね、あるんですよ。こういうものを作れますよ、っていうのがね。レシピが。ほら、モーター。でしょ。で、モーターに必要なものが、まあ、例えばスチールスクラップ、カッパースクラップ、基本的なコンデンサ、サーキットボードみたいな感じなんですよね。うん。ほら。でね、これは多分、めちゃくちゃ必要なんじゃないかなと。はい。ということで、やっぱりね、クラフトしていかなきゃいけないと。いうことですね。このね、でかいコンテナ、あれ？うん。ですね。こう、デカコンテナをね、こう作ってね、ここに物をね、こういうふうにね、格納できるようにっていうことにはしてあります。はい。で、あとですね、画面のね、左側のところに、ちょっと見るかな、今ね、なんかね、40ってどんどん減ってるんですよね。で、これ減ってるのって、おそらく、バッテリーなのかなと。こうロボットだからね、これ、主人公。お腹が空いた、喉乾いたっていうので言ったら、多分電力ですよね。どう考えても。うん。それで、ここにね、バッテリーっていうのがあるんですよね。バッテリーでしょ？あとね、なんかないかな。機械、シュレッダー、プレイヤー。あ、これ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 。ベーシックリチャージステーション。充電器ですよね。これね、ちょっとやってみようかなと。じゃないとこれ、あと40、エネルギー出てますね、やっぱりね。ですよね。多分そうじゃないかな。だからこれ死活問題なんで、これやりましょうかね。スクラップメタルが20足りないってなってるから、こんなんかあったかな？ありますね。はいはいはい。ちょっと余分に持って。で、これですね。あ、いけるじゃん、いきなり。とりあえず、この辺に置いてみるか。適当にね。はい、来たよ。おお。ベーシックリチャージステーション。アンパワーってなってるな。ダメか。これだけじゃ使えないんだ。うん。っていうことはですよ。多分、電力。バッテリーをつなぐ？パワーポール。おお、風力発電とかあるじゃん。これいいんじゃない？風力発電。ソーラーとかもね。あ、ソーラーパネルすぐ作れるか。基本的なコンデンサが5個でしょ？コンデンサ。基本的なコンデンサ。これだ。材料が足りない。何が足りない？カッパースクラップがないかな？ですね。カッパースクラップ。これか。これはな、え？これ作れるの？お、作れるじゃん、これ。イェーイ !12、あ、これあれだ。このスクラップメタルから作れるんだ。よし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 。これはいいや。これじゃあガンガン作って、OK、来た。で、基本的なコンデンサ。これですね。何個いるかな？5個だから、もう、まあ、一応作っとくか。で、これをセットしてと。よしよしよし、来たよ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 。で、来たー！ソーラーパネル。ソーラーパネルってか、ソーラー、うんですね。でかっ！これ、太陽向こうか。とりあえず、これも適当にこのそばで置いてみる？よし、できた。で、接続しなきゃいけないでしょ？パワーケーブル。パワーケーブルがないな。パワーケーブルは、これ作るんかな？
ありましたっけ、さっき。あ、ありますね。おお、材料が足りない。カッパースクラップとラバースクラップ。ラバースクラップは、ラバー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 。あ、ないな。ラバースクラップ、これはね、取りに行かなきゃいけないかもしれない。やばい、あと39ってなっている。ラバーはね、確かね、この辺りにあったんだよな。これ、これ、これどうかな。プラスチック、プラスチック。プラスチックスクラップわかる。あ、来ましたね、ラバースクラップね。おお。ちょっとね、この辺りね、少しだけね、これスクラップね、始末したんですけどね。うん。だいぶ広くなっちゃった。はいはいはい。これ気持ちいいな。こうお掃除だけでも楽しいかも。こうどん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 ね。まあ、あの材料が必要だからこれ解体してるんですけど、うん。この床が見えてきて、なんか、綺麗になってきて気持ちいいな。ああ、こうしてみるとね、めちゃくちゃスクラップあるんだけど、これを全部借り尽くしちゃうっていうことか、ゆくゆくは。やりそう。楽しそう。ほら、もうここなくなっちゃったでしょ？こんな感じでね、綺麗にしていくっていう。うん。これもやっちゃうか。いや、でもちょっとな、今な、のんびりしてられないんだよな。バッテリーが切れそうだからな。お、これ早いっすね。わー。下行くと面倒なことになりそうだから。よし。とりあえず集まったかな。何でしたっけ、何を、あ、これ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 。1、2、とりあえず2個ぐらいでいいかな。さあ、来ました。で、ちょっと待ってよ。これどうすればいいんだろうな。これを、あ、なんか落としちゃった、普通に。これ、どうやって取るんだろう。あ、拾えばいいのか。ちょっと待ってよ。これは、パワーグリッド。はい。ん？待て、これやり方を解明しなければ。あ、こういうことか。おお、来た。おお、出てる出てる。来た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 、できた。矢印出てましたね。ほら、こっからはここ繋がった。で、どう？あれ？あー、これあれかな。右側に出てますね。ソーラー 29%、28%。火が弱いってことか。あっちゃー。これダメか。じゃあ、ちょっと待てよ。他の方法を考える？風力？風力どうだ？風力、風力、風力。風力を立てます。あ、なんか風力が面白いな、これ。こんな風なんだ。ジャンクっぽい、確かに。で、パワーポール。あ、これ、ケーブルをつなげれるんだな。よしよしよし。あ、これはいい、これはいい、これはいい。これをじゃあ、ここにセット、ちょ、待てよ。これね、向きがあるな。全部インプットになってますね、その上がね。とりあえずじゃあ、ここに立てるか。で、こうなったでしょ？このケーブルを外したいんだけど、やばいぞ。暗くなってきてよ、また。明かりつけましょうかね。よっしゃ。破壊しちゃえばいいんだ。破壊しちゃえばいいんだ。オッケー。で、ちょっと待って、やりたいことは、ここにね、この、なんか、タコ足を作ったから、ですね、まずね、これを、いや、でもな、これ待って、これなんかインプットになってんだよな、全部。
とりあえずこの風力発電のこれをつないでみるか。ケーブル伸びるね結構。あ、つながった。ちょっととりあえずね、ちょっとまず一旦風力でやってみよう。あ、来た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 。おーおーおおお、なんかなってるなってるなってる。あ、わかりますかね、増えてますね、ほら。右側、あ、左側。56。おお、できた。60、62。充電してる、充電してる。80、82。よし、ちょっと100まで待ちましょうかね。でね、これね、分かったかもしんない。今、このベーシックリチャージステーションパワーってなってるのが、全部ね、ゲージが緑になってますよね。あ、OK。でね、これほら、ソーナーパネルのやつは、ゲージがまだなんか少ないじゃないですか。なんか 20% くらい。こっちは満タンじゃないですか。だから多分ね、そういうことなんですよね、これね。これでいいか、とりあえず。うん。ほら、よしよしよし、100になった。OK。これで、じゃあ、一応なんかその死ぬことを心配せずにできますね。でね、ちょっともう一回じゃあ、この奥を見に行きましょうよ。キーをね、作らなきゃいけないってなってて、材料が、あ、そうだ、材料ね、そういえば、どこだったかな？何キーだったかな？ちょっと待ってくださいね。確かね、見れるんだよな。ビルディングメニューじゃなくて、K かな？レシピかな？あ、ほら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 。テックキーに必要なものが、これですよ。レジスター、コンデンサー、ブラブラブラ。めちゃくちゃだな。レジスター200とかだよ。これ短期目標じゃないんですね。めちゃくちゃ長期目標ですよね、これね。うん。なんかその、なんだろうな。よし、じゃあ、ここで、解体して、材料集めちゃおう、みたいなレベルの話じゃないってことですね。どうやらね。うん。なるほど。OK です。まあ、じゃあ、感覚的には多分、サティスファクトリーに近いかもしれないですね。うん。納品するものを、いっぱい作らなきゃいけないっていうかね、いろんなもので作っていく。元のね、一番最初のスタートになる、まあ、素材を集めて、で、加工して、みたいな感じかな。なんかそんな感じっぽいですね。ということはですよ。この辺りが大事になってくるわけか。シュレッダー、セパレーター、スメルター、あ、ほら、インゴットを作るとかね。ファブリケーターとかもありますね。お、でかっ。ちょっと待って、これ電力絶対いるでしょ。電力いりますね。試しに、何の考えもなしに、ちょっとここに一旦置いてみて。で、これ見てみよう。ファブリケーター。なるほど。これで、クラフティング。何を、どうする。何が何で作れるかっていう、その、レシピがね、欲しいですよね。うん。例えば、その、例えばね、レジスターのレシピは、レジスターはね、ここで作れるじゃないですか。ほらほらほら。ですよね。カッパースクラップと、プラスチックスクラップで作れますよ、みたいなね。こういうことですよね。だけど、それをね、人力じゃなくて、産業用レーザー、スクラップ、あら。これって、もしかしたら、手で、手動でレーザーでビーってやらなくても、勝手に、採掘機みたいな感じか、イメージとしてね。ですよね。で、ファブリケーター加工でしょ？スメルタインゴットでしょ？とりあえずなんかこの辺りのもの全部作ってみるしかないってことか。
水とかね。で、これをバンバン作って、電力供給しなきゃいけないってこと。あ、ちょっと待ってよ。これもね、電力供給が必要なんじゃないかな。ですよね、アンパワーになってる。これもじゃあ試しに、これか、ソーラー、風力？風力で、こうして、でですね、接続、ケーブル。よし、来た。わあ、動き出した。動いてる、動いてる、動いてる。っていうことですよね。うん。ただ、あるじゃん、レシピ。あ、これで作ってくれるってことか。ですよね。カッパーインゴットとプラスチックインゴット入れたら、レジスターができるということですね。そういうことだ。おお、これですね。で、インゴットが必要なんだよな。基本的には。ですね、ラバーインゴットとか。で、インゴットは、さっきありましたよね。インゴットは、これですよね。スメルターですよね。なるほど、なるほど。工場だ、これ。これ、あれかな？じゃあ、なんか拠点みたいにした方がかっこいいかな。こういうのガンガン作って。いや、ちょ、待ってよ。これ、ただね、これの上にね、ちゃんとね、ああいう機械が置けるかどうかっていうのもね、試してみないとわかんないですよね。ちょっと一旦、作ってみるか、土台。よいしょ。で、例えばなんか、すぐ作れるもないかな。セパレーター、シュレッダーか。でかっ！あ、置けますね、こうやってね。ああ、こういう感じか。なるほど。じゃああれか。ちょっと工場っぽくしてもいいかもね。この床全部張っちゃって。ずらーっとね。で、この解体したいときは、レーザーツールで、こういう感じですね。ほう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 。細かい話なんですけど、これ F でね、F キーでレーザー出すじゃないですか、こうやって。で、こうバーってやりますよね。で、切り替えしたいときに、これね、もうこれいいやって、切り替えしたとき F をもう一回押せば消えるんですけど、じゃなくてね、右クリックでもいいですね。これ、右クリックでもキャンセルできる。こういうときもそう。一番最初の初回のときにね、これやったときに、こう、例えばこうやるじゃないですか。で、次のやつ行きたいときに、これいちいちね、タブね、閉じてたんですけど、じゃなくて、ここで、右クリする。まあ、これ選んでますよね。こう置きますよね。で、これ右クリすると、もう一回ね、選択できるから、こういう風に。うん。右クリックで、キャンセルっぽいですね。そんな風にやると早いかもしれない。よしよしよし。こういう風に置いてっちゃおうかな。はいはいはい。これね、解体すぐできちゃうし。で、材料も返ってきますよね。よっしゃ。ここがね、なんかちょうどいい感じで、まあそこそこ平らになってて、まああれも近いし、ここにね、拠点作っちゃいますか。ね。これ下の方、あー、大丈夫か？おー！これ、ちょっと待って、これ上戻れないじゃん。面倒なことになっちゃった。まあいいや、ついでにここのスクラップやっていくか。あー、なるほどな、これね。これこんなのね、手動でやってたらって話になっちゃうってことか。そういうことですね。採掘機で、もう自動でやっていかないと、もう数がだってえぐいことになってましたもんね。なんかサーキットボード200とか。うん。ちょっと待って、他にもなんかね、これ、いろいろ見て回ったら良さそうかも。ほら、なんかあるぞ、ここに。なんだ、これ。あ。これ、なんすかね、これ。船の残骸みたいなやつかな。
向こうから来ましたね。あっちの方にもなんかタワーあるもんな。わあ、単なるオブジェか。このスクラップも特に一緒ですね。あ、これはなんだ？ラバージャンク。ああ、ラバーに特化したやつだ。いいね、いいね、いいね、いいね。やっぱそういうことか。ある程度じゃあやっぱりこのジャンク、このゴミの中にも、ある程度こう種類があるってことですね。ね、プラスチックとか。あ、あそこにいたってことですね。わかりやすいな。初期がね、向こうでしたよね。で、あとなんか敵とかそういうのはいなさそうだから、まあ、命の危険は、とにかくバッテリーだけか。充電だけしっかり見て、っていうとこですね、今んとこね。なるほど。まあ、例えばじゃあここでラバーの、採掘場みたいなの作っていくみたいな。そういう風にやらなきゃいけないってことか。いや、なんかイメージ、サティスファクトリーだな、こりゃ。あのね、自分がやったことあるゲームで言ったらって話なんですけど。オッケー。よしよし、わかった。よし、一旦戻ろう。あ、ちょっと待ってください。ここね、なんかすごいの来た。エレクトロニクスジャンクって書いてある。あ、もう持てなくなっちゃったな。満杯になっちゃった。いいのが手に入りましたね、ここね。電子部品系が手に入った。ここか。お、これはティアが高い。エレクトロニクスジャンクね。了解。で、ラバーでしょ？ここね。なんか向こうの方にも建物があるな。いやー、これメインのね、活動拠点をやる場所悩むな。悩みますね。まあ、その上が、まあ、絶対圧倒的にいいと思うんだけどな。よしよし。あー、やばいやばい、また下降りちゃう。危ない、危ない、危ない、危ない。ちょっと待って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 、せっかく上上がってきたのに。レアメタルジャンク。おお、なんか良さそうなのがある。ちょっと今ね、今ね、でもインベントリーがいっぱいだから、これめんどくさいことになっちゃうから、ちょっとなんとかこの山をね、かき分けて。よし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 無理やり無理やり。よし、戻ってきた。ここ広いっすね、やっぱりね。ここにしようかな。いいね、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 いいね。で、このファンデーション土台張っちゃってにしようかな。ちょっと一旦、これ、この辺りのものね。よしよし、インベントリーに入れておいて、ボックスですね。よし、オッケー。ちょっとさっきのレアメタル行きましょうよ、レアメタルね。あ、これだ、レアメタル、来た。何が取れるんだ？レアメタルスクラップ。おお。汚染されたシリコンとかなんか出てきた。大丈夫かな？アルミニウムとかね。割とじゃああれか。いろんな種類の素材はね、割と序盤でも簡単に手に入っちゃってるのかな。まあ、ただ今、まだね、見当もつかないんですけどね。これを何に使うのかとかをね。まあ、やっていけば多分そのうち、ああ、これがあれでとかなってくると思うんだけど。レアメタルね。了解了解。よしよしよし。ああ、いいですね。これなんかあれに見えるんだよな。サキイカに見えるんだよな。レアメタルスクラップ。ですね。よしよしよし。よっしゃ。じゃあね、方向性はね、できましたね。この辺りを活動拠点にして、で、素材を
まあ各地に拾いに行って集めてきて、で、インゴットにしてですね、インゴットですね、インゴット、インゴット、インゴット。これですね、スメルターでインゴットを作って、で、インゴットができたら、ここでですね、ファブリケーターで、これね、この各種いろんなインゴットから、ね、ワイヤースプールとか、ギアとか、ラバーとかね、こういうのとかね、プラスチックインゴットとかからね、こういうのを作っていくという感じですね。ですね。これ、っていうことは、なんかあれなのかな、コンベヤーみたいなのもないんだろうか。接続。あるじゃん、スクラップベルト。いや、これ、サティスファクトリーだな、思いっきり。で、ベルトのこれ、合流器とか、ね、分配器とか、水とかね。あら、これ、サティスファクトリーだな、思いっきり。加湿器。プランター、コンポスター、水。パワーね。ですね。まあ、今、アーリーアクセスだからね、多分やれることは少ないかもしれないんですけど、うん、ちょっとやれる範囲でやっていきたいと思いますけどね。はいはい、ちょっといかん。充電しよう、充電しよう。ここで、よいしょ。おー、いいねー。リフレッシュ。はい、というわけでございましてね、今回はですね、ちょっとね、方向性がね、ちょっと見えてきたと。うん。っていう感じですね。何をどうしていけばいいのか。まあ、イメージはね、これ、サティスファクトリーだな。うん。素材集めて、ね、加工して、で、物を作っていくという風ですね。で、最終的に、これですね。ちょっと待ってくださいよ。これこれこれ。これがね、必要なので、こんだけの物を作らなきゃいけないと。ですよね。ゴールドインゴット40とか、アルミニウムインゴット100とか。うん。あ、これでも今よく見たらいけそうだな。コンデンサー200とか大変だけど。ですね。こっちはちょっとわかんない、まだ。こっちはなんとかなるかもしんない。うん。はい。っていう感じでね、方向性が分かったんでね、じゃあ次回ですね、ここをね、ちょっと活動しやすいように、うん、なんかこの、工場っぽくね、やっていこうかなと、ちょっとずつね、一気にはできないんですけどもね、ちょっとずつやっていこうかなということでございます。はい、というわけでございましてね、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。